まあ言うものの逆がいけなさそうですね。これいっちゃうか。よし、では79階です。お、いらっしゃいますね。一人目。あの、いつでも行けます、ご指示を。あいつやばそう、やばそうなのいるな。ただ一旦左行きたいな。宝箱ありますからね。あ、最前線は私にお任せを。大丈夫、絶対今目あったと思ったけどな。バッターは隣倒すであります。セーフ。さあブラックコンス、え、めっちゃ気づかれたと思ったけど今大丈夫だった。今だー、抜けちゃえー。うおー、のシャドウだ。セーフセーフ。さてとカブトムシさんもいるが、とりあえず両サイド、ドビドさんを。まずは、ダウンさせて、主人公にシフトで、インハンを追っていきましょう。の、いましたね。帰還するまで総攻撃の威力が上昇。めちゃめちゃいい。あとこれで3枚目ダイヤルかな今回。ボッコボコにしてやったであります。あれは、さあいらっしゃいましたよ。よし、ということで、あとは、ええ、気配が83から89回あたりか。 OK です。それでは、よし、ではあの、もう一度79回行きましょうか。よし、進むぞ。ちょい強そうなのいんな。どうする？意外と見つかんない。ここ大丈夫そうだった。よし、珍しいやつであります。お、珍しいやつ。好奇であります。そうだな、どうしよっかな。いけるか。ちょっと、戦ってみる。順平にしよっか。当たるか？オッケー。この状況はちょっと倒しに行ってみたいな今回。
オッケー、いけた。敵を撃破。アイギス、その調子。いや、まあそのままの流れでいけるか。よーし、ありがとうございます。動物終了、お疲れ様でした。ちょっと回避率が高い印象だったんで、その辺の能力上げてやってみたら案外当たりましたね。オッケーオッケー。さあレベル上がりました。順平27、赤べそ先輩27、ふかちゃん31ですね。で、このアイテム確か、ザベスさんの依頼であったよね。ですね。オッケーオッケー。無事達成できた。今回のうちに。ちょっとこれはね、今回やっておきたかったっていうのはあったんですよ。まあ、占い込みで今回入ってるので、まあ、ある意味今回チャンスかなと思ったので、できてよかったな。さあでも80回到達です。なんだろうこれ、今まで感じたことのない反応です。なんだか不思議な感じの、シャドウではないようですが、もっと大きくて壁のような、気になる。それなら、え、あの正面にあるってこと、そのまま。あの箱回収したらどうだ。とりあえず取るか。そう、時間瞬玉、これのことかい。え、これのこと合ってる。なんか普通に道あったわ。さてと、まずはジオ。で、順平シフト。で、順平アギ。で、主人公シフト。いやー。で、順平溜まりましたね、デュルギアゲージ。まあ、ちょっとことか。そう、直近で。さあ、ジャック・ランタンさんレベル20に上がって、アイスが28になりましたね。決まったな、ナイスオレ。決まりましたな。さあヒールゼリーで、こっちか。あとはこっちの方が大丈夫そうだね。そこです。あ、なんかある。これは扉でしょうか。もう少し近づいてもらえますか。いや、めちゃめちゃやばそうな扉あるんだけど。うん。不思議な反応の源はやはりこの扉のようです。エリザベスが言っていた奇妙な扉とはこれのことだろうか。調べた方がしそうだ。扉の向こうにもシャドウの反応を感じます。縛る場合には慎重に進みましょう。わかりました。わ、完全に行く流れかこれ。よし、行きましょう。ここは外とは様子が違いますね。空間が不安定で壁も波打ってるような、それから私の力が届きにくい場所なのです。あまり広くはないみたいですが、気をつけて進んでください。え、え、なんかめちゃめちゃやばそうじゃない。
念には念をということで、前方にシャロです。反応からして強敵のようです。奥に行くには戦うしかなさそうです。ねえ、これ行っていいのかな。よし、やってみる。よし、行くぞ。お、令和開幕オラクルは全然あり。そう、ということでイデアマザーさんですね。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。どうしようかな。全然ここいらで風花ちゃんのアナライズやってみてもいい気はするけど、多分ね、とりあえずタルンダやっときますね。多分アギ系通ると思うんだよね。やば。マイクか、ちょっと怖いが。意外と削れてるか。お、オッケー、いけました。とりあえずじわじわ攻めでいいと思う。半分超えてる。で、そうだな、あ、そっか、今主人公もメディア模試だったりとかいない状態か。いや、戦況は、なると海ウォーターあたり使っても良さそう。ありがとうございます。この局面ならとりあえずタルナで念には念をということで、さま、はいはい、なんかいけそうな感じはあるな。全然ちょっとまだ気絶狙いでいければ。さすがに通常ダウンか。これはまあ当たってる当たってる。そのハードル組んだここでもしのげるから多分大丈夫。よし、オッケー。
今までよかった。おー、ダブルできた、すげえ。こっちにしようかな。普段より戦いの中でのきらめきが多かった気がする。近くにはもう敵はいないみたいですが、奥に宝箱あります。さっきのシャドウ、これは持っていたんでしょうか。データにないタイプです。回収お願いします。まあ、強敵が出てくるけど、そこクリアできればなんかいいアイテムが手に入るみたいな。まあ、素材となるものか。よし、よかったよかった。まあ、あったらこの扉余裕があればやっといた方がいいですね。それは思うな。戦闘しないで出ることもできるのかな。出られるのであればなんか引き返すみたいな選択肢あったよね、確か戦闘前に。まあ、一度見てみるっていうのも手かもしれないね。それができるのであれば。今のは扉のエネルギーがフロア全体を走るみたいに。あ、フロアの構造が全て見えます。今なら簡単に案内できそうです。あ、そういうメリットもあるんだ。そう、タルータロースには時々モナードの扉が出現します。ダイヤルカナガードが出現しやすい。一つ上の構造もすごいな。あの、もし一度戻るか。とりあえずな、宝箱だけ取りたいので、ここだけは回収しようか。解析できれば有利に。この局面なら。お、いけた。まあ、順平でもよかったか。よし、行きましょう。まあ、所持金かな。決まったな、ナイス。おっ、ハガルジェム、もう一個あるよね。それも取ってからかな。希少な宝箱を発見であります。ここかな。よし、とりあえず一度エントランスに戻ろうか。あの、フーガたちが先ほどの扉について議論を交わしてる。あのですね、少しよろしいでしょうか、ザベスさんだ。扉に挑まれたようですね。タルタロスに生まれた横穴への扉、モナドの扉とでもお呼びしましょうか。モナドの扉の中に現れるシャドウはあなたの成長に大変有意なものようです。
実際に力を試された感想いかがでしょうか。弱かった、まだまだ余裕だ。強かったですね。素晴らしい。すれば大変結構。より強き者に挑まれることが戦意上位の近道かと存じます。それから入られた扉と似て非なる気配を91階にも感じます。この度入られた扉より長い構造を持つ、いわばモナド通路でしょうか。通路、こちらもあなたの成長の手助けになるやもしれません。ひとまずそちらの調査を私からの依頼といたしましょう。まあ依頼になるんだ、これはもうやるしかないですね。それでは。あの扉ですが、構造的にはタルタロスの横道のようです。つまり上を目指すことがすれば寄り道ということになりますね。ただ今回のように探索の助けになるものが手に入りそうなんで、状況に応じて立ち寄ってみるのがいいかもしれませんね。ですな。ご機嫌。依頼を受けて成果のご報告しましょう。オニギス手に入った。でモナド通路を踏破せよ。あるね。それでは。よし、ではちょっとここいらで一回合体とかやろうか。お待ちしておりました。素晴らしい。お、割引ありがとうございます。これはでかい。ご用件を伺います。登録、全書に登録なさいますか。登録完了でござ。新たな地区どちらにいたします。合体するペルソナをお選びください。さて探すといたしましょう。こちらでよろしいですか。ニトラさん作っちゃうのありだよね。作っちゃうか。継承なさいますか。なかなかの力を授かる。よし、お願いします。これはあれ、待って、これ合体事項じゃね。あー痛そう。やれやれでございます。やれやれですね。お、ハワーさんだ。え、いいじゃん。え、それならそれで全然あり。いささか予定と違ってしまったようですな。まはんま良くない。闇の見切り、見切りは入れるべきな気がする。レボリューション。え、めっちゃ良くない？え、普通に強い。ちょっとヤタガラさん使っちゃうけど、ここやるか。どちらを継承されますか？の力を授かって生まれそうですな。よし、行きましょう。楽しみでございますな。いいね、覚えるね。ペルソナをご所望。これまでの歩み。今27%だね。おやめになりますか。よし、ありがとうございます。またのこ。ニトラスさんってレベルだっけ。
以来の、ちょっとそれもあって今合体させたのはあるんだけど、達成できてるね。オッケーオッケー。依頼を受けていただけますか。では報告しましょう。レベル26以上か。成果のご報告。ええ。おお、ありがとうございます。男性冬祝セット。とりあえず次のは出てなさそうかな。よし、ありがとうございます。さあ、ということで、休憩挟みまして、再開していきます。では、80回からですね、行きましょう。そろそろね、近いうちに、バニーさんいるんじゃないかなとは思うんだけど、どうだろうね。この回は、回れてますね。では、81回行きましょう。次のフロア、門番がいる回ですね。今度はどんな相手なんでしょうか。やはりか、来ましたな。次か。よし、とりあえず戦っていこう。行きます。焦らなくていい。そうだな。主人公で行くしかないか、どうしようか。これはお大丈夫そうだね。斬撃も弱点なのか。オッケーオッケー。さあではインハー出ましょう。そっか、斬撃いけるんだ。よし、ありがとうございます。まあ、リアナンシーさん取りますか。とりあえず宝箱。光ブースター。光属性の威力を上昇する光ブースターを習得できるスキルカード。まあ、名前の通りって感じか。よし、ということで、あとはこっちの方かな。うろうろしてやる。やば、空振った。とりあえず斬撃2発。やば。はい。で、後半を当てていこう。当たんなかった。やば。え、やばくね、やばくね。ちょっと一回立て直すか。で、ちょっと魔石で回復させます。というか考えてみたらさ、そのモナードの扉でしたっけ。で、この階層あたりまでは構造が分かってんだっけ。敵を検知、ご指示を。
この局面なら。さあジオ。ここはアイギスで行きましょうか。この状況は猫背かね。さあ行きましょう。ここは所持金ですかね。お見事なフィニッシュでした。あれ待って、また扉ある。とりあえず一回宝箱取るか。さっき会おうた階段あるんだが、ちょっと行ってみるか。あれそうだよね、ねえ、ありますよね。開けるか。マジで。おお、待ってらっしゃる。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。